こんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月の25日、20時36分、今週の土曜日天気良かったら、河川などの撮影に行こうかなと思っています。まあついでに老朽化した家屋とかがあったら、撮影しておいて、まあ、金属回収地点、まあ、あとは、まあ、蒲田発電が出来上がった時に木材とかその建物を解体した時にその木材をそこに置いておいたりとかして、蒲田発電が出来上がってから、もしくは薪ストーブの格好だとかそういったところが出来上がってからその近隣のところに運ぶだとか、まあ、そういうふうな、形で撮影しようかなと思っています。でそのまあ佳子さまがいつ、まあ、この辺りに来るのかっていうところが、まあ、私の方では分かりませんので、まあ、ゴールデンウィークとかどうなんでしょうね。まあいろんな日がありますけども祝日で、まあ、その辺の話から、会いに行きいただけないかなどうかなというようなところもあるんですけども、そのまあ私が迎えに行きますっていうその部分でですよ。いやまあそのね、裁判関係にしてもその以前の動画でも言いましたけども、その裁判が始まる前に、精神病院に入れられていると、公開期日前に。でそういうふうな状況は多々あるので、そのまあ、去年に関しては精神病院には入れられませんでしたけども、さまざまな内容、あとまあ報道関係の方から、まあ、あの裁判所の方に、まあ、何を伝えたのかわからないですけども、とりあえずあの精神病院には入れられなくなりましたので、だからどこかとこうちゃんとつてを持っておかなければならないみたいな形を作っておかなければならないということは順序を考えていることは、まあ、高島彩ルートアートに宛てに SD カードを送ってましたが、まずテレビ朝日さん相手に、まあ、調停か、まあ、会員裁判みたいな形で、まずテレビ局一つ、まあ、今までその結婚話云々の部分と、その家の横を通り過ぎられたりするっていう部分と、まあ、それに関してはやっぱり天気にも影響が出てきていると。で、まあ、その、僕からの提案でできたゲームの件だとか、そういったところでの、その、まあ、支払い、まあ、株によるものなのか、それとも、まあ、金一封みたいな形になるのか、まあ、僕としては株の方が、まあ、我が天下、戦国保護などに関しては、まあ、そういうふうなところなんですけども、まあ、訴訟内容として、その、今までの提案で作ってもらった番組で、まあ、いくらかのお金を支払っていただくと。で、まあ、高島屋も証言だとか、あとはまあ、そのゲーム業界の人たちと、その、特別揉める気はありませんので、ただ、内部に入ってる、あの、例えば、働いてる人間とかで、僕に喧嘩を売るような形で、来ていた人間、そういった人たちとは、仲良くなる気はありません。それは、まず間違いなく。で、まあ、その、まあ、良くない業界側の人間が混ざり込んでいる可能性も、ゲーム業界は、高いので、まあ、エロ業界とかのことです。だからまあ、そういうようなところと、まあ、会社としては、まあ、仲良くしてはいきたいんですけども、まあ、新しい内容の提案だとか、そういったところはあるんですが、まあ、そういうふうなところの、その、役員、さすがに役員の意図ではそういう人たちはなかなかいないとは思いますので、まあ、いろいろ顔合わせだとか、あの、つてだとか、まあ、そういうふうな形で。だからまあ、もう本当の人口がこれですからね、4000万人ぐらいなんじゃないかなっていうのが僕の見立てですね。日本の今の国境の範囲の人口で、さらに人口が、縮小していってるっていうのが、今の現実ですから、まあ、その、あとはまあ話し合いでどうなるか分かりませんけども、テレビ局2社2社合併だとか、その辺の話とか、あの早めにしておいた方が、急には合併するとしたら大変でしょうから、まあ、有料番組とかもいろいろ拝見しましたけども、例えばアベマ TV ってテレビ朝日さんじゃないですか。だからその辺のところ、日本のコンテンツを扱ってるところは、例えば他にも、ユーネクストでしたっけ。
ネットフリックスの方がアメリカの方ですよね。ユーネクストは日本の方で。で、あとは、レミノですかね。で、レミノさんがドコモ系列でしたっけ。まあ、その辺のところで、こう、日本人が作った日本国内用のものを、その、一つのアプリにまとめといた方がいいっていう形にやっぱりなって、できますね。だから会社のつながりを考えていくと、まあもともと、電電公社があって、で、NTT になって、NTT ドコモになって、で、かたやテレビ局を NHK が最初にできて、それから、各民間のテレビ局ができたと。まあそういうふうな形で、大元は国じゃないですか。だからまあその辺のところで、まあ、有料形式をどううまくしていくかっていうところで、もう作品がどんどん積み上がっていってると思うんですよ。で、その管理の部分のところで、そのアプリ自体を一つにまとめておいて、で、どうすれば本当に効率よくうまく立ち回れるかっていうところを突き詰めて考えなかった。世界中どこの国も、本当に住んでる人たちの人口が少ないでしょうから、表記されてる人口よりも圧倒的に。大体3分の1か4分の1でもうまず間違いないですね。それなりにまあエネルギーが、消費が加速してるっていう。まあその辺のところとかの、まあ裁判通して、まあそういうふうな話から、いろんな話ができたらなというところで、とりあえずまあ試しみたいな形で、テレビ朝日さんを訴えるような形で裁判しようかなとは思って、てるんですよ。で、その時に各別のテレビ局の人たちからこう支援してもらうような形がなかったら、精神病院に連れて行かれる可能性があるっていうことになってくるんですかね、これ。僕もね、今、どうしたものかなのところで、ただを踏んでるんですよね。で、まあ、一応、判例六法とか広げて、いろいろこう、まあ、線引いたりだとか、まあ、そういうふうなことをしてるんですけども。まあ今日もまだ遊んでないですね。で、土曜日その河川の撮影に行くんですけども、まあもし佳子さまや悠仁さま、悠仁さまはさすがに学校ですかね、学校の次の日ですから来れないでしょうけども、まあ佳子さまももしよかったらとかも思ったりとかするんですけども、今悲しみが来たから多分来ないでしょうね。多分ですよ、わかんないですよ。で、降りていったら いたとか まあそういうふうな。まあけど、まあその日、しっかり寝れてるかどうかにもよるんですけどね。結局、最近夜中3時ぐらいなんですよ、寝始めてるのが。だから、朝ある程度の時間帯に家出なかったら、河川の撮影途中で引き返すわけにもいきませんし、それ相応の距離を歩かなければならない。で、途中で力尽きました。じゃあ、その帰ってこれなくなってきますんで、まあ、なかなかの山の中、大ヶ瀬ダム、などの撮影、そこから、加古川に合流するところまで撮影しようかなとは思ってるんですけども、まあ、土曜日、それは睡眠ある程度、けど眠れたらじゃなかったら、やっぱりきついんで、睡眠不足でいくと、本当に1日30キロぐらい歩きますね。多分30キロ超えるんじゃないですかね。まあ、うまく途中でバス使えたらバス使うかもしれませんけども。ということです。まあ、一応言っておかなかったら、その土曜日に佳子さまが来られた時に、結局、無駄足になってもあれじゃないですか。海人様も会うっておっしゃってますし、成人様は園遊会の時に会うって言ってましたね。エネルギーの残存量問題のことを伝えた時に。で、それは、北浩二さんの次の川淵さんと話してる時ですね。サッカーの、もともと J リーグのチェアマンとして、その次、バスケットボール会の方へのチェアマンとしてなってますけども、それもまあ僕は言った方かもしれないですね。で、それでもし拡大してるんだったとしたら、それはちょっと、チームの数減らしてくれていたのかどうかだとか、まあその辺のところですね。まあそれで、
まあ、エネルギーの残存の問題っていう心の声で、まあ、川口さんの対応の仕方の部分でこちらとしてはまずいなとは思ってましたので、その、実質的な人口と一致しませんから知ることが。まあ、一応今回は、河川の撮影土曜日行くかもしれないということで、加古様にご連絡と。まあ、帰ってくるときは岡場駅で多分降りて晩ご飯を買って帰ってくるか、そのまま家に帰ってきて、あらかじめカレーを作っておいたりとかして、まあ、そういうふうな形にしようかなと思ってます。まあ、土曜日あんまり睡眠時間が短かったら、もう河川の撮影には行かないでおこうとは思っています。以上です。先にお伝えしといた方がいいだろうなと思って、お伝えしておきました。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、ご対応していただけたらなと思います。以上です。